はい、ゆったり犬です。よろしくお願いいたします。えっと本日はですね。前回話をさせていただきました。投資信託の報酬ですね。手数料についてお話をさせていただきたいと思います。まあ、etf もえっと投資信託も形が一緒です。まあ、若干持ってる関係で、ね、絡んでる会社が違うっていうのもあるんですが、本日は投資信託についてお話をさせていただきたいと思います。まず、投資信託ですが、購入するときに販売手数料っていうのがかかります。 高いところで3%にプラス消費税安くなってるとですねただとかもあるんですよね、まあ、販売してる会社が無料で販売してるところもありますね。証券会社とかは結構ただのところが多いですね銘柄にもよりますがで今度それにプラス大体これがえと高くて3%ほどでしょうかねで今度それに返して持ってることによってかかる費用が信託報酬と言われるやつです これが、えー、と運用していただく形になりますんで報酬としてお金を支払います大体いい年間ですごく高くて2%低いやつになると0.1とか2とかになりますんでここら辺は必ずかかる費用になりますで最後に投資信託の場合ですが信託財産留保額っていうのがあって まあ、あの売却して自分がお金を払いあの出ていくんでって話で残ってる人に対してお金を払うっていうシステムのやつですね、まあ、これも、えー、投資信託の場合はあるやつがあってないやつもあるんですけど ETF の場合は、えー、これがないですね。これがなくて代わりに販売手数料その買い付け手数料みたいな。 発発生生ししまますすでそれいた投資信託の基本的な手数料はそれがかかるっていう話ですねあとはこれに対して ETF インデックスファウンドアクティブファウンドに対して手数料が若干違ったりとかいうそこら辺の話がまたできると思います本日はこれぐらいにしたいと思います投資信託を持っているとどれぐらいの費用がかかるかっていう話を本日させていただきました参考にしていただければと思いますそれではまた